ついに捕まえたのですね。奴を捕まえるためにどれだけの犠牲を払ったか。すべて二人の団長のおかげです。いいえ、私たちもオルシュタイン教の作戦に従っただけです。奴と同じ姿形をした者が現れてから戦況が突然不利になりました。一体あの正体は何なのですか？私たちもよくは知らない。確かなことは一つだけ、あの仮面をかぶった奴がそばにいると敵は皆尋常ではなく強くなるということだ。オルシュタイン教が調べるまでは何もわからないということですか。わかりました。今はオルシュタイン教に奴を送り届けるまでしかと閉じ込めておきます。奴の仮面を剥がせ。ダメだ。僕の仮面を取ってはダメです。あなた、その顔は。そんなはずない。お前が、どうしてお前が。シェラが大至急来てほしいと言った場所はここのはずですが。この地図を見て場所を特定するのは無理そうですね。待ってください。いかがされましたか？どうしてこんなに早いんだ。身元確認をします。急いでいて、つい検問所を通り過ぎてしまっていました。ご迷惑をおかけしました。これは帝国公爵家の紋章。あなたはまさか白い使者。失礼をいたしました。フードをかぶっていたので気がつきませんでした。検問は終わりということで良いですか？申し訳ありませんが、訪問目的だけ教えていただければ。ルールなので。基地のどこかにある仲間を探しているのです。地図に書かれたこの場所がどこなのか分かりますか？これは暗号地図。私にはよく分かりません。あ、そういえばあっちにいる仲間が暗号解読が得意だと聞いています。この前はあいつが呼吸突の暗号文を一つ解読して手柄を立てたそうですよ。そうなのですね。情報ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそお忙しいのに失礼をいたしました。では呼吸突にしよう。呼吸突にしよう。そうですね、呼吸突は必ず倒さねばならない存在。呼吸突を必ず断罪する。二度とこんなことができないように、最後の一人に至るまで全てだ。一年経ったというのにまだあの時の記憶にとらわれている。シェラが書いてくれた地図を解読できる人を早く訪ねに行かなきゃ。
もう帰るとしましょう。終わりましたね。
悪は切り捨てるのみ。いや、はっ、お怪我をされたのですか。料理をしなければなりませんね。
暴れはしませんね。青の魔女様、いかがでしょうか。あの、その青の魔女という呼び名はやめていただけないでしょうか。セラで良いので。とにかく今ラテ、いえ、彼は怪我を負い衰弱しています。力を回復すれば再び逃げ出すか暴走するかもしれませんので、しっかり監視しましょう。さようですか。了解しました。監視役を増やすとしましょう。ユースティア、大丈夫か。さっきから様子がおかしいぞ。この匂い、覚えがある。おそらく1年前に一緒に過ごして、慣れてからは我慢できていたのに、今この匂いはあの頃よりもずっと。おいシュラ、ユースティアを見てくれよ。やはり何か問題を抱えているんだ。ユーティ、顔が赤いじゃない。そう、私の目で、いいえ、私の口で直接確認を。あ、ユーティ、あなた、ラテル、血を飲んでいるのですか。白の死神様は一体どうして奴からあんなに温かな光が。ユーティと彼の傷が同時に癒されている。ここは気がつきましたか。ところで、頭痛も消えた、この感じ、まさか。おい、危ないぞ。ファルニール様の声が聞こえない。代わりに感じるこの感覚は、あなたはユースティ、エーデルフェルト？ラテル、私を思い出したのですか？鋭敏だけど温かなこの感覚、なぜだろう。初めてなのに懐かしいような。ラテル、どうしてあいつがユーティの名前を。もしかして本当に。皆さん、どういうことですか。シルビア団長、ルビア団長、私にもよくわかりません。確かなのは、今白の死神様が何らかの方法で奴をおとなしくさせたということだけ。逃げ出した捕虜をお前たちが捕まえたと聞いて駆けつけてきたんだが、見た感じ誰一人今の状況を正確に把握できていないようだな。そうですね。でもそこまで悪い状況には見えません。まずは皆さん、とてもお疲れでしょうし、どうですか、食事でもして一息入れませんか。でも今はラテルを見守らなければ。ユースティア、あなたは彼をラテルと呼ぶのですか。ブリジット、彼を安全な場所で休ませていただけませんか。いくらなんでも
コキュートスの道具である可能性のあるものを放っておくわけには。お願いします。それで発生する問題は我々アルデバランが全責任を負います。わかりました。オルシュタイン卿には借りがありますから。ありがとう、ブリジット。さあ皆さん、あのラテルに似たものはブリジットが面倒を見ますから、基地内の酒場に行きましょう。シルビア、ユーティ、今はシルビアの言う通りにしましょう。私もユーティに聞きたいことがあるしね。わかった、今はそうする。シルビア団長、ルビア団長、酒場でまたお会いしましょう。ああ、待っている。ゆっくりしてくるがいい。二人とも気が利いて面倒見がいいのは相変わらずだな。ユースティア、大丈夫か？ええ、理由はわかりませんが、今のラテルであれば大丈夫そうな気がします。酒場に移動してお二人と話をしましょう。このものは私が見ていますから、行ってらっしゃい。ありがとうございます、ブリジットさん。じゃあ行こっか。
やっやっやっ。天罰。お疲れ様。
探索はお任せください。仲間のために最後まで戦うの。
オルシュタインはみんなが一緒にいるから。天罰！今回はそれなりに聖職者っぽかったでしょ？やっ！
これこそ悪がたどる末路です。いや、みんな、じゃあねー。これで終わり。
たか、我が宝刀息子よ。ファルニール様。やつがファルニールか。まったく黒魔術師そのままって見た目だぜ。貴賤な者どもを連れてきたのだな。わしに捧げる生贄か。違います。この人たちは僕の仲間。あなたを止めてこれ以上人を傷つけないようにしてくれる人たちです。わしを止めるか。ははははははは。傑作、傑作だな。緻密に進めていた鮮血刻印量産計画でこれほどの例外が誕生するとはな。これ以上あなたたちがラテルの意志を侮辱するのは許しません。おお、貴様は166に裏切りと虚像の道を示したもの。おかげで新たな研究課題が生まれた。謝礼として我が息子たちの力を見せてやろう。兄弟たちがファルニール様に吸収された。この魔力はいけない。みんな避けて。カスモクセオ、鮮血刻印の力を。使徒ではないただの黒魔術師がこれほどの力を。量産型の鮮血刻印を使えば黒魔術師でも使徒みたいに強くなれるってことか。冗談じゃないぞ。これでさえ鮮血刻印が持つ力のごく一部に過ぎない。この力こそ呼吸トスの未来を切り開く力。まだあれほどの力が残されているのですか。いけない。みんな逃げてください。ユースティア様。大丈夫です、ラテル。悪に立ち向かうのが我が使命ですから。そんな無茶です。いくらユースティア様でもあの力の前ではどうすることも。よかろう、貴様のその高潔なる魂、極上の生贄としてふさわしい。はあ。ユースティア様、あなたのためなら僕は。この力はラテル。貴様何をした。ユースティア様、僕の力を受け取ってください。ラテルからユースティアに力が流れ込んでる。まさかユースティアも受け取れるっていうのか、鮮血刻印の力を。ユースティア様、僕にできるのはこんなことしかありません。だけどこれでみんなを助けることができるのなら、僕はいいえ、ラテル、十分役に立っています。感じます、あなたの温かい心、そしてみんなを守りたいという優しい覚悟を。
あなたから受け取ったこの力で邪悪な黒魔術師を滅ぼします。1664、なぜ貴様はその鮮やかな鮮血色のテラを使えるというのだ。それは使徒と恩寵の契約を結んだ鮮血刻印のみが発動できる力。そうか、これは166だけの問題ではなかったのだな。貴様、女騎士よ、貴様が166を破壊したに違いない。一体何者なのだ。私は呼吸塗装、黒魔術師を狩る者。あなたはそれだけ覚えておけばよいのです。よかろう、貴様だけは生かし研究材料としよう。呼吸塗装の未来のための礎となるがいい。時間の無駄でしたね。なぜこんな、ありえ、量産型鮮血刻印の出力ではない。166、いや、これは黒魔術師ハンター、貴様の力か。いかん、これは他の者にも知らせねば。貴様ら呼吸塗装のそんな行動は今まで何度も見てきたぜ。てっ、よくやったわグレイ。奴の陰謀はここで全て終わらせましょう。扉を開く際に受けた攻撃でテラが暴走。ファルミール様、ラテル、辛いのなら見なくてもよいのですよ。いいえ、苦しくはありますけど、それでもこの目に焼き付けておきます。多数の人々を苦しませた悪人の最後はこうなんだって、必ず覚えておきます。なんだ、どうして頭だけがまだ残っているんだ。この光景、どこかで見覚えがあります。これは
その角も久しぶりに見る。首しかないのに喋った？あなたは確かルーゴ村でも。コキュートスの黒魔術師どもはいつもこうだ。自らの器も知らず暴れては悲惨な最後を迎える。あなたは何者なのですか？黒魔術師を利用して何をするつもりなのですか？今言えるのは、我もまたお前と同じコキュートスの敵だということも、お前が俺と同じ道を進み続けるのなら、いつか自然と全てを知ることになる。オリビエの娘よ。なぜあなたがその名を。ユーティー、ユースティア様、大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。少々疲れただけです。ひとまずレーバテインの司令官室に戻ろう。ブリジットが休める場を提供してくれるはずだ。じゃあユーティ、私たちは席を外すわね。
何かあったら大声で助けを呼ぶんだぞ。ユースティア様、待っていますからね。何の用事で呼び出したかは分かっているだろう。はい、私がルーゴ村とこの地で目撃した首だけの黒魔術師についてのお話です。聞いた情報を整理すると、奴は黒魔術師の意識を一定時間支配する術を使えるものかもしれない。彼は自身のことをコキュートスの敵だと称していました。それは本当なのでしょうか。コキュートスがどこにでも存在するように、コキュートスの敵もどこにでもいる。それ自体は驚くことではない。だが私は彼が君をオリビエの娘と呼んでいたことが気にかかる。ユースティア、君の母親について聞いてもいいか。私にもよくわかりません。母は私が幼い頃に亡くなりましたので。ですが私のこの体質、血を欲する呪われた体質は母から受け継いだものです。ですので黒魔術と関係があることはうっすらと予想していましたが、黒魔術師の意識を支配できる者と君に血を欲する体質を受け継がせた母親か。分かった、こちらでもなるべく情報を集めてみるとしよう。よろしくお願いします、オリュシュタイン。こちらこそよろしく頼む、ユースティア。ユーティ、話は終わったかしら。ええ、待たせてしまってごめんなさい。すぐにレオンハルト伯爵の領地へ出発しましょう。レオンハルトの領地ならエラムか。クソ、できるだけあいつとは顔を合わせたくなかったんだがな。グレイ、さっきから聞きたかったんだけど、あなたどうしてそんなにレオンハルト伯爵を避けたがるの？さっきの基地の前で覆面をかぶっていたのもあの人を避けるためだったんでしょ？ち、昔個人的な問題があっただけだ。ま、今はラテルをあのホムーンなんとかの専門家に見てもらうのが大事だからな。しょうがないさ。何か僕にできることはないでしょうか？ラテル、オルシュタインも話していましたが、あなたに一番大切にしてほしいことは元気でいてくれることです。はい、じゃあよく食べて、よく寝て、よく休んで、できるだけ元気でいます。ユーティーの料理を口にすればすぐに元気になるわよ。では参りましょうか。レオンハルト伯爵のいらっしゃる町、エラムへ。